はい、今日は水資源機構が運営している、琵琶湖の排水機場に来ています。これからウェアラブルを使った機械の操作にトライします。下から吸い上げて向こうに出す。巨大なの見たの初めてです。説明よりもやっぱ体験していただくのが一番手っ取り早いのかな、と。こちらヘッドマウントディスプレイ、はい、これカメラはどこにあるんですか。カメラは、はい、こちらにで、はい、映している目線のカメラですね、ディスプレイがこれを覗く形で、はい、まあ、普通にヘルメットをかぶる感じで、あ、見えました、はい、あ、はい、カメラの画像、今撮ってるものが映ってます。今から始めます。 AR マーカーにカメラを向けてください。 AR マーカー確認してください。赤枠内のリレーカーレバーが見えます。はい、番号1番写真、これか、はい、自分の目線がリアルタイムに伝わってるんだって、なんか変な感じですね。今度はタブレットを使ってポンプの点検をします。赤枠内の切り替えダイヤルスイッチが自動の位置にあることを確認してください。手動になって写真、水門関係は全て職員が回るんですけど、操作をした、それから水位が内水位と外水位がいくつだったっていうのは全部控えるんですよね、紙で。例えば5日間とか10日間とかっていう防災期間になれば、もう帰ってきた時にはもう字が読めないぐらいのぐちゃぐちゃになってるんですよね。だからそういったのも全て今後タブレットでやろうという今計画はございます。機械音痴の私でも十分作業を終えることができました。初心者でも使いやすいシステムだと思います。